アンワルール・ハク・アハディアンワルール・ハク・アハディは、アフガニスタンの政治家、アフガニスタン社会民主党議長、現通商産業大臣、元財務省、アンワルル・ハク・アハディ、アンワルル・ハク・アハディなどとも表記される、カーブル州サロビン軍、ジグダライムラ出身、父のアブドゥル・ハク・アハディは、各州で検察官、裁判官を務めた。1969年、 ハビビア貴族学校を卒業し、カーブル大学で学ぶ。1969年からアフガン社会民主党員。アメリカ国際発展局の奨学金でベイルートアメリカン大学に留学。経済学と政治規律の修士号と学士号、シカゴ大学の MBA を有する。ミネソタ大学の博士課程に在籍した。百七十九年のソ連軍のアフガン侵攻に反対し、 アメリカ国内の国家機関や国際フォーラムでデモを行い占領軍の撤退を要求した。シカゴのコンチネンタルバンクで秘書として2年間働く。1984年からカーロット大学の政治学教授の助手。1985年から1987年、シカゴのコンチネンタルローナバンクの部長。1987年から1992年、 プロビデンスカレッジの政治学と国際関係講座の教授。1995年、アフガニスタン社会民主党議長。2002年3月から2004年12月、アフガニスタン中央銀行総裁。2004年12月23日から2010年1月、財務省。2010年6月、通商産業大臣に就任。ありがとうございます。